スワコスワコは、神戸市灘区の王子動物園で飼育されていたメスのアジアゾウである。2012年末まで、日本国内で飼育されていたゾウの長寿、記録保持者として知られていた。1950年9月28日、7歳の時に、当時の神戸市立スワヤマ動物園に迎えられた。このメスゾウには、スワヤマ動物園にちなんで、スワコという名前が付けられた。 諏訪山動物園は、同年に開催された神戸産業博覧会の人気者だったメスのアジアゾウ、マヤコを飼育していた。諏訪子とマヤコは、すぐに仲良しになったという。諏訪子が、諏訪山動物園に来園してから約半年後、神戸産業博覧会の跡地を利用して新たに、王子動物園が開園した。 スワコとマヤコも他の動物たちと同様に、王子動物園に引っ越すことが決まっていたが、トラックに乗せることはできず、市街地を更新して引っ越すことになった。1951年3月21日、晴れ着をまとったスワコとマヤコは、諏訪山動物園から約4キロメートルの距離にある王子動物園まで歩き始めた。普段は、聞き分けの良い二頭は、 いつもと違う様子になかなか歩き出そうとせず、ようやく出発した時にはすでに1時間が経過していた。沿道には、諏訪子と麻也子の行進を見物しようと、約2万人の市民が詰めかけた。しかし、諏訪子と麻也子は自然に驚いて、布引き停留所のあたりで暴れ出し、消防隊が駆けつける騒ぎを起こしている。その頃の王子動物園では、 地方巡業の収入を頼りにしていて、諏訪子と麻也子にも芸が仕込まれた。巡業の依頼があった時は、芸達者な麻也子の実を貨物列車に乗せ、兵庫県内や近畿地方のほか、中国や四国、北陸地方など各地を回って、王子動物園の園舎建設資金を集めていた。麻也子は、ラッパ吹きの芸などを得意としたが、諏訪子は芸を覚えず、当時の神戸市の幹部から、 役立たずとまで言われていた。しかし過度な巡業が負担となって1956年8月27日、マヤ子は17歳で死亡した。牛型結核に感染したのが死因だった。その後動物園は、諏訪子に芸を教え込むのを止めている。マヤ子の死後、カバシーク社の工事が遅れたために、カバの、デメ男とゾウの飼育者で2ヶ月にわたって同居した、経験がある。 1957年12月26日、岡山県の池田動物園から、諏訪湖より5歳年下のアジアゾウのオス、太郎が、王子動物園に来園した。太郎は、気象が激しく、1961年7月4日には、増死育者の柵を壊して、脱走する騒ぎを起こすなどしていたが、諏訪湖との関係は、良好だった。 1962年5月27日、太郎の成長を待って二頭の結婚式が行われた。太郎と諏訪子の前には、孫入りの黒砂糖水が置かれ、二頭は三三九度代わりに揃って、孫の中身を飲み干した。姉さん女房となった諏訪子は、求愛する太郎を溝に突き落としたり、太郎の餌を横取りするなどしていたが、夫婦仲は結婚前と変わらず良かった。 タロとスワコは何度か交尾を確認されていたが、子供は生まれず、1994年1月23日にタロが先立つとスワコはあまり飼育者の外に出なくなった。1995年に発生した阪神淡路大震災では、動物の飼育者に大きな被害はなく、タロの脱走事件後に、 神戸市電のレールを再利用して作った鉄作の頑丈さも幸いして、諏訪子に怪我はなかった。しかし余震に怯え、悲鳴は近隣に響き渡るほどだった。この大震災以来、諏訪子は飼育者から出ることを怖がるようになった。震災発生から約2ヶ月が過ぎた1995年3月24日、スイスからオスのアジアゾウ、マックが王子動物園に来イした。 1996年9月6日には、神戸市の姉妹都市であるラトビアのリガから、メスのアジアゾウ、ズゼも来園した。スワコは、若い二頭に運動場を譲るかのように飼育者内で、ほとんどの時間を過ごすようになっていたが、来園者が声をかけると、長い鼻を動かして応答していた。飼育者から出なくなったスワコに、一つの問題が、発生した。 運動場で穴掘りをしなくなったために、足の爪が伸び放題になり、歩行に支障が出始めていたのである。担当の飼育員たちは掃除用の竹棒機に、ノコギリの刃を仕込んだ特製の爪切りを作成し、飼育者の清掃の時に少しずつ巣箱の爪を切っていった。切り落とした爪の長さは20センチ以上もあった。前足全部の爪を整え終わるのには、 1> 約1ヶ月を要している。スワコは王子動物園の開園当時から生きている唯一の動物で歴代の担当飼育員は20人を超えていた。2003年の敬老の日、60歳になったスワコのために歓歴のお祝い会が開催された。優しい性格のスワコは多くの人々に親しまれ、 長寿の動物を祝う敬老の日のイベントでは、訪れた子供たちの手から長い花を使って、バナナやリンゴを受け取って、子供たちを喜ばせていた。同年9月20日に、諏訪コは国内最長寿動物として、財団法人日本動物愛護協会から表彰を受けている。諏訪コの体重は4トンに及び、約100キロの餌を平らげていた。 しかし2008年の初め頃から起き上がるのが難しくなり始めとこずれができ、食事も取れなくなった。4月7日からは寝たきりの状態になり、4月10日午前5時50分に飼育員が見守る中、静かに息を引き取った。人間で言うと100歳を超える長寿だった。王子動物園は4月19日にお別れ会を開き、たくさんの来園者がこの像の死を悼んだ。 死因はガンだった。諏訪湖は神戸市灘区の灘百選に選ばれていた。諏訪湖のいなくなった象の飼育者のそばには灘区役所による記念碑が建てられている。現在、諏訪湖の骨は東京大学総合研究博物館に保管されている。ありがとうございます。